はい、皆さん、こんにちは。代々木ゼミナール世界史講師、佐藤幸男と申します。ワールドヒストリー、アトラクティブトリップ、フォワットツアー。2種類あるんですが、今回はそのうちのエジプト現地ツアー4泊5日の旅のご紹介です。ありがとうございます。さて、私、32年、代々木ゼミナールで、世界史講師をしております。現在は、なんと、エジプトに在住、家族で。で、年に、3回、40日ぐらい戻って、頑張って収録して、こちらで住んで、このような旅行のね、お仕事をしております。で、実は、1999年から、20年ちょっとですね、実は僕は、このフォワットツアーってやってたんですよ。で、予備校で教えて卒業したね、大学生になった、卒業生を連れて、もしくは友達、大学の友達、で、その家族とか、2020年の3月のスペインの、ツアーを最後に、一旦停止していたという感じです。全部で58段やって、59段っていう時に、できなくなってしまったんですね。で、まあ、いろいろ、まあ、模索したんですが、ようやく、は再開決定です。だ、2種類あるって言ったんですよね。その2種類のうちの、まずはとりあえずエジプトの現地ツアーから、また世界のね、世界史ツアーが始まったらまたご紹介したいと思います。で、皆さん、エジプトというと、ピラミッド、ミイラ、ツタンカーメンと、ラクダダも、ね、モスクだ、ナイル川クルーズ、いいですね。で、ファルーカ、アブ・シンベル、ね、イエローグリフ。お土産かわいいですよ。コシャリも、まあ、1、2回ぐらいは食べてもいいかな。ぐらいですね。ということで、どうして今エジプトなのかっていうことなんですね。で、今すごいことになってます、エジプト。いろいろね、1922年ですが、今から100年前、ハワード・カッターさんとイギリス人がツタンカーメンの墓を発見しました。今年100周年だったんですよ。だから今すごいんです、欧米人がいっぱいで。まあ、入らないぐらい大変ですよ。まあ、コロナ終わった、ね、行ってなかったから急に行ってもあるんでしょうけど、で、これが、ハワード・カーターさんがツタンカーメンの墓を発見した時の様子。あ、この黄金マスクが今、エジプトの考古学博物館にあるんですね。で、これがルクソール。発見された場所に、なんとツタンカーメンさんが眠っています。これを見たくてみんな来るんですよ。まあ、もちろんこれ以外もたくさんありますけど。で、今、黄金マスクはどこにあるかというと、こちら。エジプト考古学博物館にあります。でね、実は今エジプトいろんな開発が行われていて、で、なんとここにあるミイラ、有名人のミイラいっぱいありますよ。全部で10体、12体ぐらい。で、それをですね、なんと、デモンストレーションをやってですね、映画じゃないでしょ、これ。映画じゃないですよ、本物です。で、新しい博物館に移したんです。で、我々はムーニーミュージアムと呼んでるんですが、正式にはですね、国立文明博物館、この間行ってきました。綺麗になってましたね。すごい、考古学博物館にあった時みたいな、なんかゴミ箱みたいな感じじゃなくなってました。なので、すごい良かったですよ。でね、さらには、実は、ピラミッド見えます？のすぐ横に、今、大きな博物館を作っている最中です。大エジプト博物館。まあ、一応ね、2022年12月、まあ、オープン予定、まあ、プレオープン、そうわかんないですけど、なかなか延期延期延期で、まだまだ旅行会社には連絡は来てないですけども、まあ、空いてればこちら、空いてなければ他の博物館に行くっていう感じになってます。で、さらにですね、実はですね、まあ、これはエジプトの内情の問題なんですが、エジプトポンドが大暴落をしました。まあ、理由を喋ると大変なので、また後日話しますけど、まあ、とにかく暴落したんです。円よりも暴落してます。で、どのぐらい暴落したかというと、私が、エジプトに最初に来た、今から、まあ、30年ぐらい前ですけど、1ドル6ポンド、つまり1ドルの、お菓子を買うのに、エジプト人は6ポンド払ってた。で、まあ、今から1年ぐらい半前に私住み出したんですけど、その時は15ポンド。で、つい3ヶ月前は18ポンド。ちなみに現在は、1ドルのものをお菓子を買うのに24ポンドも払わなきゃいけない。つまり今までの4倍払わないといけない。で、逆に考えればですよ、当たり前ですけど、外国人は、まあ、ドルを持ってる人はエジプトのものを4分の1で買えるようになったっていう、まあ、単純に考えてですよ。
ていうことになります。まあ、もちろんその分エジプトのものは高くなってますから、簡単に4分の1ってわけではないですけど、だから少なくとも前よりは簡単に買えるようになった。で、あの日本円、この暴落している日本円でさえもですね、1ポンド、例えば1ポンドのお菓子を逆にエジプトのものを買おうとすると 7.5 円だったんですけど、今 5.7 円です。ぜひ、だから今なんですよ。ね、日本円が戻るのを待ってたら、また高くなっちゃうかもしれないですよ。でね、まあもちろん現地通貨じゃないのはこれから作るんですけど、で、なんで現地通貨がいいのかってことです。デメリットとメリットですけど、まあ、メリットの方を皆さんにお話しすると、まず、大手予備校の、まあ、いわゆるパックツアー、日本から来るやつね。これと比べてみると、まあ、後でやりますけど、雲泥の差で安いです。まあ、エジプトだと大体12、3万ぐらい安いですね。同じ工程ですよ。で、あとは自分の好きな旅行会社を選べると。もちろん、マイルでも飛べるじゃないですか。あと安いのと。あとは、まあ別にゆっくり回りたいんだったら、ゆっくりでもいいし、ダイレクトでもいいってなるわけです。で、ちょっと休みがある人。これは今、サラリーマン用に4泊5日で頑張って作ったんですよ。だけど、もうちょっと余裕がある人はプラスアルファしてできるけど、これがパックスワードとできないですよね。で、何よりも、これは大学生とかじゃないですか。他の国によって、で、それでエジプトに来るとか、エジプト寄ってからちょっとじゃあ帰り、トルコに寄ってから帰ろうとかね。それができるのがこの現地ツアーの素晴らしい要素ですよ。じゃあ個人で回ってもらうとか。つまりパックツアーでもないし、今のこの現地ツアーでもないし、じゃあ自分でエジプトを回ったらどうなのかっていう、これはね、できますよ。もちろん回りますよ。当たり前です。回ります、回ります。回れるんですけど、実は最近、ツイッターでね、世界一周しているバックパッカーの若者たち、若者って言っても、まあ、30半ばぐらいの人もいますけども、たくさんつながりました。で、まあ、ツイッターで、こう、まあ、皆さんが僕のツイッターを、まあ、ツイートしてくれてる、あ、ツイートじゃなくて、フォローしてくれてるから、僕も見られるんですけど、それを見てる、すごいたくさん来てますよ、本当に。実はその人たち、今まで他のヨーロッパとかいっぱいツイートしてるのに、なぜかエジプトに来るとエジプトのツイートがすごい少ない。っていうか、まずない時もあります。で、なんでなのかと。なんでエジプトのやつをなかなかツイートできないのかっていうとですね、違うんですよ。やっぱりツイートって自分がすごい心豊かで楽しくて、ね。で、こんなすごかったんで私はっていうのを出すためにツイートするわけですけど、その理由は簡単なんですよ。うまく回れてないんです。だから揉め事を起こしたり、自分の思ったようにいかなかったり、喧嘩したり、あとは自分の思ったところに行けなかったりっていうのがある、絶対あるんです。だからツイートできないんですよ。事実です。そのぐらいにエジプトは空港に着いてからも大変なんです。まずタクシー乗る、ね、ぼったくられる、ホテルに行く、チェックインうまくできない、さ、そっからピラミッド遠いみたいな。で、さらにルクソールに行くとか、すごい大変なんです。だから、ツアーで来るといいんです。だから別に大型の大手旅行の、ね、パックツアーでも全然いいんですけど、で、そういうことなんだということなんですね。お分かりですか？で、やっぱりね、エジプト遠いから、サラリーマンでも行けるのっていうことで、いや、今回はサラリーマンでも行けるように作ったんだ。で、どういうことかというと、この必殺の4泊5日。必殺ですよ。すごいうまく回れるようにしました。で、行き帰り、まあ、行きは、時差の関係で1日使わないんですけど、帰りは時差の関係で 1.5 日ぐらい使っちゃうんですね。それでも6泊7日で済みます。普通の飛行機で行けばいいですよ。すごい遠回りしなければ。なので、そうすると、ほら、サラリーマンの人であれば、有給5日間取って、土日休めば行けるじゃないですか。じゃあ、このツアーっていつから始まるのかっていう。で、いきなりまたすぐには、ね、こう、募集もしなきゃいけないので、とりあえずプレオープンっていう形で、試しに2月にやってみようと。まあ今僕12月で日本にいるので、できないから2月からやろうということです。で、一応もう決めました。2月21日火曜日、朝から。なので前の日に入ってもらうか、この朝の早朝に入ってもらうんですね。で、25日の夜8時に空港で終わる。だからまあそのまま帰ってもいいですし、まあエジプトに残ってもいいし、他の国に行っても構いません。あとは2本目、2月28日火曜日朝、3月4日まで同じルートになります。
4月の末、ゴールデンウィークですね。あと4月、5月の頭、これもゴールデンウィークですね。あと5月の末、6月の半ばと。7、8は、僕、授業で日本に来てるので、ダメだから9月のあのシルバーウィークっていう感じで、考えているということです。で、まあ一応3ヶ月前から申し込み開始にしようと思ってるので、この2月21日の申し込みは今からということになるわけです。で一応、まあ、値段の関係でね、できる限り安く抑えたいので、最小最高人数は、一応14名で考えています。で、60日前には確定して、いけるかどうかは、その申し込んでくれたお客様に、私の方からメール差し上げます。で、これは、また別口で言おうと思ったんですけど、貸し切ることもできるんですね。その貸し切るっていうのは、佐藤幸男貸し切るんです。で、この日にち、例えば2月28日、2月21日は、これ、うちのグループが貸し切りますって言って、先生他の人入れないでね、みたいな感じ。でそれが貸し切りだと、10名ぐらいで、貸し切ってくれれば、まあ、この今から提示する値段でできるかもしれません。もっと少なくても別に貸し切れますけど、少なくは少ないほど一人当たりの値段高くなりますから、その辺は貸し切りますって言ってから、ご相談っていうことになります。そして問題はどういうルートで行くのか、どこを見られるのかってことを今日ご紹介しようと思います。さて、一応他のね、大手のツアーと同じルートと、あと同じようなサービスができるように、現地のね、オペレーターと相談してやりました。で、1日目、場所は、ここ、カイロですね。ムハンマダリモスク、まあ、順番はちょっと変わるかもしれませんが、ギザの三大ピラミッド、そして博物館。今のところは大エジプト博物館の予定ですが、空いてなければ、他の博物館となります。で、2日目、早朝、飛行機でカイロからアスワンに飛びます。で、アスワンの市内観光で、アスワンハイダムとイシス神殿、あと香水屋さん。で、3日目です。アブシンベル神殿に日帰りです。で、まあ、あの神殿見て、まあ、残念ながら夜景はちょっとね、混んでて見られないので、2月は夜景は入れていません。で、朝行って戻ってきて、午後からクルーズ出発です。で、見てわかりますかね。このコムオンボってところですね。で、この上に上がっていくんです、こうやって。っていう感じになります。で、エドフ。これ、馬の絵が描いてあるでしょ。馬車で行くんですよ。つまり、クルーズ着いたらそこに馬車が待ってて、その馬車に乗っていくんです。面白いですけど、ちょっと怖いですね。で、途中でナイル川の段差があるので、水門があるんです。この水門は、お昼に通ると思うので、見られます。すごいですよ。すごいです。なんかこう、水が襲ってくるような感じで見える感じですね。これがエスムの城。で、夕方には、まあ、クルーズによりますけど、一応、ルクソールに着く予定で、まあ、時間につけば、ルクソール神殿見てですね。で、その後夜、スーク、バザールですね。スークがあるので、そこで、フリーなお買い物。で、最後、こうやって飛行機で帰ってくるというパターンになります。だ最終日はかなり混んでて、西岸見て、この西岸っていうのはツタンカーメンの墓のある王家の谷。あとは、東岸、大きなカルナック神殿。この後写真をお見せします。で、ルクソールから飛行機でカイロで戻って夜と。これです。これでほぼ見られます。で、写真をちょっとご覧になってください。2、3分ね、お付き合いください。で、第1日目が、これがムハンマドアリーモスク。まあ、解説はね、後日ゆっくり話しますけど、ちょっとエジプトでは珍しいモスクです。このとんがって、屋根がこうドーム型してるのはトルコ式のモスクなんですね。なんでかっていうと、ムハンマドアリーモスクはトルコから派遣された将軍だからです。さあ、そしてこのモスクからですね、天気がいいとピラミッドが見える。これ僕の写真です。で、まあ、これ以前ツアーお客さんちょっと顔出せないんですけど、ピラミッドに行って、この三大ピラミッドが3つ見れるとこでラクダに乗ると。あと皆さんお客さん服着てますよね。ガラベーヤですけど、だから民族衣装です。で、クフ王の、一番大きなクフ王のピラミッドの中に入ることができる。ということです。ちょっと、僕は、ね、あんまり入りたくないですけど、ま、一回ぐらいは記念に入ったらどうっていうことですね。それとまあ、これ、モデルさんですけど、こうやってまあ、スフィンクスとキスもできるよっていうね。まあ、欧米人のモデルさんですね。で、2日目です。2日目はアスワンに行って、アスワンハイダムと。これはね、ダムのせき止められた側なんで、あまり面白くないんですけど、反対側見るとこんな感じ。ほら。
これがせき止められて溜まってる方です。せき止められたらすごく大きくなって湖になっちゃったんだよね。でそこにアブシンベルが、まあ、沈んでしまうっていうんで、それでアブシンベルを動かしたっていうことなんですね。これ動かした話はまた違うところでゆっくりお話します。で実はこれもあのちっちゃい方のダム、アスワンダムの方をこう固定した時に沈んじゃったところ、イシス神殿で、これがファルーカですね。この帆掛け船で、ここに住んでる人っていうのは、まあ、正しく言うとスーダン人なんですけど、歴史的に言うとヌビア人と言います。そのヌビア人たちの村に、ご紹介して、なんかこうお土産買ったりっていう感じのことをやります。はい、3日目です。さあ、朝アブシンベルです。これは飛行機で行って見れることなので、皆さんは見ることはできません。ちょっとなんか合成写真みたいですね。まあ、アブシンベルの前で撮るとこんな感じ。これ合成じゃないですよ。合成じゃないです。こういう風になっちゃうんですよ、どうしても。なんか明るすぎて、なんかライトアップされてるべくなっちゃう。自分がね。っていうことです。さあ、これがアブシンベルの中ですね。あの、ヒッタイトと、ラメス2世が戦ってる様子が、これ写真いっぱい撮れます。すごい、すごいですよ。こうきちんと作ってます。これが夜景ですけど、まあ皆さんこの夜景は残念ながら撮れないですけど、まあどこかの機会にこの夜景が入れられるツアーが出てきたらなとは思ってますけどね。さあ、そして、こういう感じで、この赤いやつがクルーズの、動きになります。まあ下りになるんです。だから早いんです、下りの方。ルクソールからだと上りになっちゃうので、だから1日多くなっちゃうから、こう短くできるように作ったんですね。イメージですよ。大体こんな感じのクルーズ船で、で、上が、なんかわかります？あの、屋根がなくてですね、プールと、なんかこう、カフェみたいになってるんですよ。で、そこから見ると、こうやってこう、クルーズ船が並んでる。すごいでしょ？なんかほんと、ナイル殺人事件みたいな感じですよね。で、こんな感じです。こうやってみんなが、あと屋根付きのところもあったり、奥にプールがあったりします。で、部屋の中は大体こんな感じです。絶対こんなんじゃないですけど、こんな感じ。あと部屋によって違いますけど、ただ、シャワーに関しては、バスタブがあるとことバスタブがない船とかあるんですよね。それはもう分からないです、僕も。あの、旅行会社の方でその船を借りるんですけど、まあその時によりますね。まあ3日間ぐらいですからシャワーで我慢してもらう時もあるかもしれません。さあ、これがです、コモンボなんです。コモンボってあのワニの神殿なんですけど、ワニの神様の神殿なんですが、これ分かります？クルーズ船で遺跡に着くんですよ。で、そこから降りるともう遺跡。でワニのミイラとかがあったりするんですよ。すごいでしょ。でこれがちょうどね夕方着くので、これ私の撮った写真ですけど、こんな月とねコモンボの神殿って感じですよ。ナイス。でこれはね絶対にクルーズでしか見られないですよ。これ僕の写真、僕動画もあります。すごい美しいですね。でまあ夕日が沈んで、これ沈んだ後です。沈んだ後にこうなるんですけど、まあでもほぼ毎日です。雨降らないので外れちゃったとかじゃないですよね。ほとんど見られます。で、4日目です。あ、馬車です。こんな馬車乗ってるんですよ。これ、大変ですよ、本当に。うるせえし、この馬車、この運転してる人はね。で、これが、あの、エドフの、ホルス神殿って言います。ホルスっていうのは、ハヤブサの神様で、一応、神話上は、エジプト最初の王様。っていうふうに言われています。この可愛いね、これは大好きなんです私。このホルスの、神様、チュンチュンって感じですね。あ、でこれはあの昔大学生連れてった時の、これ顔出ししていいのかな？ってことで、私の友達のガイドと一緒に、今度はすごい綺麗なんですよ。ここはね新しいんですね、神殿としては。今から2000年ぐらい前、あ、2000年で新しいってのは微妙ですけど、っていうふうに言われています。でこれはエスナの水門ですね。ちょっと見てみましょうか。オープン。こんなの日本人ぐらいな。だよ。ほら、なんかちょっと怖くない？ほら。え、だってほら、盛り上がってるじゃんって。おお。ということなんですね。これがエスナの水門。これちょっと動画じゃわかんないですけど、実際行ってみると意外とすごいです。さあ、そして、あの、私が一番おすすめの夜景ですね。アブシンベルよりおすすめです。これがルクソール神殿。
すごい美しいですよ。実際見てもこんな感じです。で、実はもう一本ね、この右側のところにオベリスクがあったんです、入り口に。で、これは今パリのコンコルド広場に持ってっちゃいました。あ、ムハンマドアリがあげちゃったんですけど、フランスに。僕は泥棒だと思ってますけど、一応。まあね、でも綺麗でしょ。こういう、ここはね、やっぱり夜行くのが一番いいです、ライトアップが。で、綺麗ですし、まあ、実際写真じゃなくてもこう見えるっていう美しさですね。すごい。これはなんかちょっとインチ臭いですけど、で、月が大きく見えてる感じですね。で、これは僕がね、去年かな、行って撮ったんですけど、これあれです。ちょうどクルーズがついたところの反対側、これ西側なんですけど、今、王家の谷です、これ。王家の谷、夜ライトアップするんですよ。で、まあ、ここから撮るから綺麗ですね。ナイル側挟んで向こう側。みんな皆さん見ることができるし、あと朝起きると気球が飛んでんですよね。ちょっと私は気球が苦手なので、ツアーの中に気球入れてないですけど、こんな感じになっています。さあ、これも顔出しは多分ダメかもしれないですけど、ダメだったら出てる人言ってください。こういう感じで、クルーズで、最終日からダンスパーティーがあるんですね。で、ガラベーヤ自分で買ったの、これ皆さん自分で買ったんですけど、買ってきて、みんな踊っています。男の子も買って踊ってた人いましたけどね。で、お土産です。これが有名な香水瓶、日本で買ったら高いですよ。これって1個大きいので日本だと5000円とかしません？だいたい1000、大きくとも1500円、まあ、安いのだと本当3ドルとかで買えますよね。あと、こっちが好きだって人いますね。これなんかアラベスク大理石で作ったお人形なんですけど、やっぱいっぱいあるのでそれ削って売ってるんですよ。あと、なんか砂で作ったなんか模様みたいのがあったりっていうのが、まあ好きな人は好きなんですね。こういうのをね、マグカップにシール貼ってたりするっていうのは、まあ、こんなね、これ僕お土産でよく100枚ぐらい買ってきて配ってますけど、なかなかいいでしょ、しおり。あと、これさっき女の子たちが着ててガラベーヤです。で、まあなんでしょうね、安っぽい2000円ぐらいで買えるんですけど、まあ、日本に持ってって、じゃあ使うかっていうと、まあ、寝巻きですね。寝巻き。女の子は寝巻きでいいんじゃないですか。っていうことです。俺も2、3枚持ってますけど、使わないですね。エジプトにいないと着ないですけどね。これ、ポロシャツ。これはいいですよ。これ自分の名前入ってるんだ。ヒエログリフで、これ自分の名前入ってて、ここに自分の名前を入れるんですね。で、友達の名前とか、彼女の名前とか入れて、これプレゼントするんですよ。で、しかも、普通海外でシャツ買うと、首が伸びちゃうじゃないですか。これエジプトコットンなんですけど、本当に伸びないです。本当に。僕もいっぱい持ってます。もう3つ、4つぐらい持ってますけど、どれも伸びてないですね。日本のポルシャスの方が悪いですよ。そのぐらいに、ここは本当に出来がいい。もうぜひ買っていただきたい。さあ、最終日です。これが西岸、さっき言った王家の谷で、これ映ってるのがハトシェプスト女王総祭殿なんですが、その総祭殿の後ろ、この後ろが王家の谷なんですね。ぐるっと回って入ります。で、王家の谷の入り口はこんな感じで、今少し見えると思うんですけど、こういうとこ、こう入り口のここにこうお墓がこう中にあるわけです。で、その一部にツタンカーメンの墓があって、そのツタンカーメンの墓は全ての墓の中で一番小さい墓です。だから見つからなかったっていうんで、100年前まで見つからなかった。他のはもう200年ぐらい前に見つかって盗掘されてるんですね。これはちょっと王様を忘れちゃった、ラムセス9かな、わかんないけど、こんな感じで、平均こんな感じです。でも、これでも全然大きくないですよ。もっと大きいのは、これの10倍ぐらいの大きさです。ちなみに、ツタンカーメンの墓は、まあ、これの半分もないぐらいですよ。これそうだね。ツタンカーメンの入り口、62番。このアヌビスっていうのは、ミイラのマークです。ミイラ作る神様なんですけど、こいつがいるとミイラがあるよっていう証拠なんですよ。で、これが中です。こんなちっちゃいですよ。まあ、奥に少しいくつか部屋があるんですけど、さっきの見たもののやっぱ半分もないですね。で、中にあったものは今エジプト、カイロの考古学博物館。で、この表側は今ルクソールに残ってるっていうんで、まあ、両方行かないとツタンカーメンは全部網羅できない。で、これはすごいおすすめなんですよ。僕が今までエジプトで見た中で一番綺麗な壁画です。今から3200年ぐらい前なんですね。だからかなり古いでしょ。なのにこれ綺麗に色が残ってます。これは修復して上から塗ったわけではないですよ。汚れを落としただけなんです。で、これが王妃の谷っ
ていうところにある、ラメス2世の奥さんネフェルタリの墓です。まあ、偉大な女性ですから、まあ、すごいんですけど、発見されてなくてね、綺麗に残したんですよ。ただこれは残念ながらツアーの中には入れられません。いいんですよ。オプションはまたね、行きたい人にあのツアー参加した人たちにね、あのご紹介しますけど、1万2万円はしないと思うんですけど、まあ1万2、3、5、分かんないでしょ、人数にもよりますけど1万5000円ぐらいするかな。でもまあ1万5000円してでも払って入った方がいい。だってもう二度と行かないですからね、行かないかなと思ったりはしますけど、ね、まあご紹介します。さあ、そして、最後ですね、これがあの有名な、アモン大神殿、カルナック神殿です。あのナイル殺人事件で上から石が落っこってくるやつですねこれは広いです。広い、長い間作られてどんどん大きくなったところなんですね。で、1個の柱がこんな感じで8人ぐらいでつながないとこう取れないぐらいの、どうやってこれ運んできたんだよって感じでしょ。で、これがオビリスク、折れちゃったオビリスクなんですけど、そのてっぺんの部分が今置いています。で、これ私の写真ですけど、横から撮るとこんな感じで綺麗ですね。さあ、ってことで問題はお値段です。お値段はいくらぐらいなのかってことで、だいたい同じ時期、2月が一番高いんですね。2月が一番高いんですけど、この2月の大手旅行会社だと、だいたい飛行機代とか全部入れて、45万から、ビジネスクラスだと70万から80万くらい。まあ平均このくらい。平均だいたい45万くらいですね。じゃあ、うちが作るとどうなるかっていうと、こうなります。ですね、合計金額は19万3000円。ただ、こう違いますよ。飛行機代入ってないですからね。ここに自分で飛行機で来てもらうことになります。で、飛行機代は人それぞれですね。安い飛行機だと今13万7、8000円ぐらいですね。で、まあ、一番いいな、このルートっていうので来ると、やっぱ15、6万ぐらいします。そう、足すと33万ぐらい。ですね、だから比べるとまだ12万ぐらい安くなるんですね。この12万分は大手への安心金みたいなものです。全部やってくれるので、しかも添乗員がついてくれるじゃないですか、大手の場合は。で、こっちは僕が添乗する形になってガイドがいる形になります。で、まあ一応そうなんです。で、うちは個人チップ以外は全部含まれている値段です。これ僕が払います、あのガイドとかのチップは。なので、さっきのやつは入ってないので、またチップは別に払わなきゃいけないですね。あと、入場料はなんと学生割引があります。あの、グリーン、緑色のグリーンカードがあれば、あれじゃないとダメですね。5、6000円ぐらい安くなるじゃないですか、ね。ただ、一人で参加される方。友達と一緒だったら、一部屋で二人だ。一部屋で一人使うと、合計で4万円高くなっちゃうんですよ。なので、誰か友達と参加された方がいいか、まあ、一人同士の人は、同じ部屋でもいいって言えば、そのまま安くすることができる。まあ、4万円はいらないです。あと、前泊です。前泊すると、まあ、二人で前泊すれば、一人60ドル。だから二人で120ドルで泊まれます。で、実は正直言うとですよ。正直なところ言うと、実は、現地ツアーっていうのは他にもあるんです。ありません。で、全く同じツアーはないですね。ないですけど、まあ、同じツアーになるようにうまくこういろんな旅行会社をこう組み合わせるんですよ。まあ、私やってみたんですけど、そしたら同じルートで同じレベルのものがあります。組み合わせて、そうするとこれ正直言いますよ、だいたい1100ドルぐらいでした。15万8000円ぐらいになります。そうすると今僕のツアーは19万3000円ですから、3万5000円ぐらい僕のツアーの方が高いんですね。これは正直言います。じゃあなんで高いかっていうと、まず混載の英語ガイドツアーなんです。日本語ガイドツアーはありません。混載の英語ガイドツアーです。それでこの値段ですね。で、さらには、その、まあ、調べれば分かるんですけど、現地オペレーターがよく分かんないオペレーターです。つまり日本人を対象にしているオペレーターじゃないので、日本語は通じないんですね。だから何かあった時は大変ですね。今僕が使ってるところは、担当の方は日本人ですので、もうほぼ日本
人用に使われていて、大手、日本の大手にやってる現地オペレーターを、まあ、チップ代って大体1回のツアーだと全部で100ドルぐらいになるんですけど、ね、だ実際は、まあ、こういうのを含めて35,000円、うちのが高いっていうふうに考えてくれれば、まあどちらでも構いませんけど、一応それは言っておきます。探せば作れます、この安いツアーということです。さあ、それで最後ですね、受付方法と支払い方法についてのお話です。これはまたあの後で画面止めてみてください。あの申し込まれた方は詳しくちゃんとお話しします。でまずスケジュールなどは現地オペレーターのホームページがありますので、そちらをご覧になってください。あとは佐藤家のオフィシャルの SNS、 これ必ず登録していただいて、受付フォーマットはそこに貼ります。でそこから URL に行ってもらって、Google の URL なので入ってもらって受付してもらいます。で受付が完了したら、私の G メールから連絡いきます。でありがとうございますって言って、こういう感じで進めていきますって。で、指定の、私の銀行口座ですけど、の口座にお金を振り込んでいただきます。で、着金確認できたら、旅行のしおりと今後のスケジュールを PDF をお送りしますので、それで、まあ、一応形上完了と。で、2ヶ月前に全額、今ですと2月の末だと、12月の末ぐらいまでに、全額残金を振り込んでいただくという形になります。で、これも止めてください。あの、画面。現地オペレーターはスカイバードトラベル。大手、日本の大手いくつか下ろしているところです。で、ホームページ開くとこんな感じの画面になっているので、もしよかったら見てください。で、佐藤幸男オフィシャル SNS は Twitter、Instagram、Facebook、どれでも大丈夫です。どれでも、あの、すべて、この後貼っ付けますので、ぜひ見てください。で、旅行ツアーの内容についての問い合わせは私の Gmail の方にいただければと思います。あ、で問題はキャンセルする可能性ありますよね。で、キャンセル規定に関してはどんな感じなのかってんで、一応これを守っていただく感じになります。60日前までに全額払っていただいて、で、このような予定で、申し込み金がなぜ返せないのか、よく聞かれるんですけど、申し込み金っていうのは、国内線を抑えるためのお金なんですよ。国内線って、皆さんも知ってる通り、ギリギリに買うと高くなるじゃないですか。だから、早めに抑えてるんです、安いまま。なので抑え金が必要で、キャンセルされると抑えていたのにってなるわけですよ。なんでそのキャンセル金が、まあドルで計算しないで円で計算すると2本、国内線2本で2万円ぐらいになるということなんで、これは申し訳ないです。もう私ももらえないので、これは旅行会社に払わなきゃいけないので、申し込み金は返金できないです。あとはあの旅行会社と、まあ高いのがね、あれですよ、クルーズのキャンセルチャージが高いんですよ。なので早くなっちゃうので、今混んでるので、ずいぶん早めですけど、もう1月にはキャンセルチャージ半分かかります。で1ヶ月前に 100%、 この1ヶ月前の 100% っていうのは早いんですよね。エジプトはこんな感じです、毎回。なので申し訳ないですけど、これを分かっていただければと思います。で、書いてありますけど、貸し切りの場合はもう個別にスケジュールが変わります。この日程じゃなくなりますので、貸し切る場合には早く言ってください。貸し切っちゃうともう攻防できなくなっちゃうので、よろしくお願いします。さあ、ということで、いろいろ、まあ、皆さんとね、こう楽しくね、いつ行けるか分かりませんが、まあ、年間で6本か7本ぐらいエジプトツアーやろうと思ってるんですよ。で、まあ、人数も少ないです。15名、多くて20名ぐらいだと楽しいじゃないですか。やっぱ多いとみんなと話せないので、皆さんと話せるように、今回は、まあ、多くても20人、まあ、できれば14、15ぐらいで、できたらなと思ってますので、まあ、予備校講師ならではの楽しいトークと、アットホームな観光、毎日ね、少しちょっと勉強しましょうよ、5日間。ね。で、世界遺産観光するというのは、まあ、他のツアーでは絶対ないです。あと今、私、エジプト住んでますので、エジプトの様子がよくわかります。そこが普通の添乗員とは違うんですね。何回か来てて添乗じゃなくて、そこに住んでる添乗員ですから。と思って、旅を100倍楽しむツアー、ぜひご参加ください。ということで、こんにちは。まあ、教え子だった方もおれるでしょうし、あとはオンラインでね、私の、講座を見ていただいている方もたくさんおられてます。で、初めてお会いする方もおられますし、カイロで初めてこんにちは、はじめましてって人もいると思います。いろんな人が集まって、いろいろ話をして、ね、まあ日本にもカイロから日本でもオフ会とかできますし、あとは、もう一種類は世界です、今度は。ヨーロッパとか南米とかもありますから、パレスチナとか。そっちの方もね、もしエジプトが終わったら、いければなと思ってますので、もうお金もね、皆さん、ずいぶん一生懸命貯めて、ね、コロナの間は海外旅行行けなかったですからね、ぜひこれを機会に、ポッとお金を、だからもう行けるときに行く、
行きたいと思った時に行くっていうのが、あの旅行の良さですから、ぜひご参加ください。でお待ちしてます。それではショクランマサラマ、ね、待ってますよ。